はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、デスホテル。はい、やってみます。始める。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、始まりましたね。ほう、なんかなんだかすごく反射してますね。これはどういうことだ。うん、主人公なんかガラスでもかぶってるんですかね、これ。すごいことになってんな。そして動きがかなりぎこちないけれども、まあいいや。で、チーン、なんか来ましたね。お、なんかボールが持って、なんだちょっといろいろと、あ、なんかいる。け、何あれ、人間？ちょっと待って、動きがおかしいけど。はい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 、人間ですね。お客さんかな。ちょいろんな残像みたいに見えてるけど大丈夫でしょうかね。うん、ヘイキッド。デラックスルーム、今すぐ一人用のデラックスルームを欲しい。これは価値がある方がいい。どういうことでしょう。はい、まあ、高い部屋がいいんだけどってことかな。小銭を保管してください。何、汚い動物がみたいなこと言ってます。なんて口が悪いんでしょうかね。はい、まあいいや。で、おしゃれな音楽がずーっと流れてる。これなんだろうな。主人公がもしかしたらなんかあれなのかな。また来ましたね。あ、いる。主人公がもしかしたらなんか霊的な、お化け的なやつなのかな。うん、なんかチーンって言って暗くなるけど、別にお客さんの前に行くわけじゃないのね。これ行かないでほっといたらどうなんだろうね。これボールとか渡せんのかな。あ、ダメか、投げれない。普通に渡すだけとかなら、あ、ダメそうだな。うん、じゃ普通に話しましょう。はい、ハロー、I would like、スイートルームをお願いします。なるほど。スイートルームね。すごいお金持ちですね。はい。で、ベッドのシーツは茶色くしてくれ。どういうことだ。念のためね。ありがとう。はい。ベッドのシーツは茶色く。謎の注文入りましたね。はい。今のところなんか、デス感は出てないですけどね。それより主人公心配ですね。これなんでこんなにいろんなものが反射してんだろうな。そしてお客さん来たけど、ゴミもあるし。はい、お客さんいます。お、扉が開かないですね。うん、そろそろでもなんかこう怖い感じになるのかな。あなたは今夜ここで死ぬつもりです。なんてことを言うんでしょうかね。すげえおっかないこと言ってますね。あなたは他の人たちと同じように死ぬつもりです。え、何？他の人たちって今まで来た人ってみんな死んじゃったの？魂は友達を離れません。はあ、はあはあ。ちょっと待って、今話してる最中にお客さん来ちゃった。しかしあなたの手話。なんだろうな、よくわかんないけど、ダブルで予約お願いします。別のお客さんと被りましたね。読めねえ。ハロー、どうしたね。あなたは一人ですか。なんか不思議な質問。嫌ですね。あなたは一人ですかとか言われても。そしていない。あ、奥に座ってるな。これ今の何、あなたは一人ですかの人。急に忙しいけど。はい、またお客さん、新たなるお客さんが来ましたね。ヘイ。かわいい子じゃない。これ主人公女性？男？あなたは今日は可愛く見えます。はい、ありがとうございますね。で、デラックスルームを予約したかった。なるほどね。デラックスルームを予約したい。
なるほど、はい、いいですよ。で、Before you、あなたが尋ねる前に、私はそれを買う余裕がある。はい、どういうことだ。デラックスルームを買う、あるのかな。それとあなたどうぞお越しください。気持ち悪いですね。はい、ただの変態のお客さんが来ただけですね。そろそろ怪奇現象が恋しくなってきましたね。うん、お客さんのチームもなくなりましたね。ちょっと忙しい時間帯は過ぎたのかな。はい、ここからが本番ですね。じゃあね、ここからきっと何か、え、何だろう、急に音楽が歪んで、なんかいますね。なんだこいつは。あれ、なんだろう。なるほど、最後脅しに行きましたね。よくわからんよくわかんないけど、まあ、まあまあまあ世界観はねすごく好きでしたね。はい、デスホテルな、よくわかんなかったけど、はい、面白かったですといったところで、今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。